中山ナイトは日本の競争馬である。主な勝ち倉は共同通信杯、オールカマー、中山記念。馬名の意味は、冠名、騎士。ベゴニア賞2010年8月8日、新潟競馬第5競争の芝1800メートル新馬戦に、柴田義富騎乗で、初出走で2番人気に支持されたが、後方からの競馬となってしまい3着だった。 自走の同じ新潟の未勝利戦は、先行から直線抜け出しを図るも2着、3戦目となった、中山の未勝利戦は一番人気に押され、初勝利となった。その後11月の東京の500万下の100日層、特別は直線追い上げるも2着に敗れる。次のベゴニア賞は逃げ切って2勝目を飾り、オープン入りをした。しかし年末のホープフルステークスは先に行く。 ペルシャザールを捉えることができず、またも2着席敗となった。初重症となった、共同通信杯は先に抜け出した、ユニバーサルバンクをゴール前で差し切り、重症初制覇を果たした。陣営はトライアルを使わずに、サツキ賞へ直行した。サツキ賞は2番人気に押されたが5着に敗れた。起乗した、柴田義富は、馬場を敗因に挙げるコメントを残した。東京優秀では、 後方から追い上げるも4着だった。秋は中山フェスタの大道馬としてフランスへ遠征し、ニエル賞をステップとして結果次第で外戦門賞かドラール賞のどちらかに出走することとなった。ニエル賞では最後片追走から伸びをかき、最下位6着に終わった。この結果を受けて出走したドラール賞ではダーバン・サンダーの逃げをマークして2番手を追走したが、 直線でバグンに飲み込まれ、ブービーの10着に終わった。帰国後のディセンバーステークスでは、後方待機から直線で鋭く、足を伸ばし、スマートステージ以下の後続に庭新反差をつけて1着となり、起乗した柴田義富が JRA 通算2に戦勝を達成する勝ち星ともなった。初戦のアメリカジョッキークラブカップでは行為を進み、直線で足を伸ばし、ルーラーシップの2着となった。 その後 3K 大阪杯では中断に控える形となったが直線で伸びず5着だった。鳴尾記念でも同様の競馬で4着となった。宝塚記念では後方から追い上げるも8着だった。夏場の休養を経て9月23日のオールカマーに出走、雨の中のレースを制して前年の共同通信杯以来1年7ヶ月ぶりの重賞制覇を果たした。しかし、 天皇賞は、後方からの競馬となり9着に敗れた。有馬記念では、外枠が響き1.1秒差の7着と大敗。前年同様、初戦にアイクを予定していたが、歩み様の乱れから出走回避することとなった。年内初戦は2月24日の中山記念になった。シルポートが逃げ、大和ファルコンと追い込み、首差で勝利した。前年のオールカマーに続き、 重賞3勝目を挙げる。しかし、その後は勝ちきれないレースが続いた。この年は6戦するがすべて着外だった。初戦の中山金牌9着、中山記念8着と不審が続いていたが、5月の新潟対象店で2着と検討する。その後長期休養に入った。エプソムカップで復帰したが17着、続く七夕賞でも16着に終わる。 レース硬屈権限を発祥、現役を引退した。引退後は、中山競馬場にて乗馬となる。ありがとうございます。